朝廷詐欺と申す者、さて参ろうか。巨匠に再起を置き、術の源せなそう。まずそこにさる。あと二箇所は必要である。ここは私が出るしかなさそうだ。構えて待ち構えるぞ。再起は将兵の道術に応じて幻影。幻の兵士たちよ、背徳の敵と刃を紛えよ。これ以上勝手な真似はさせん。あやつを狙え、即刻撃ち果たすのだ。怖いかね。何者だ。あの人形総人様に報告せねば。気に使ってしまったわしたちだから、金少々急いで元を運ぶとしよう。この命やるわけにはいかん。敵将長生が討ち取った。たった一人で残ること。我が知略の餌食になりたいらしい。侵入者だ。僕は鉄を使う老人一人。急いで警備を固めよう。さすがは葬儀の本家、族の事態への備えも万全ということか。侵入者を排除する。もう構え、撃て。ここで何をする気な、おいぼれ。柱がいる限り、ような真似はさせん。なるほど、力にて小生を止めるか。ならば、強制も手荒に振る舞わねばなる。これで邪魔者は消えたため、術の準備を続けるとしよう。再起はここに置くのがいい。残る一つの置き場を探さねば。
小生が討ち取った。一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いぞ。五郎太、この巨匠で何をする気だ。何であれ私たちが阻止するなら。最後の大器はここに置くとしよう。山者には退散願わねばか。これで準備は整った。背徳に適する者の水泳させるという。もひとまり、もひとまりの実に現れるかね。おえぐだい、回収せよ。侵入者を排除する。ひとまり、さてならば小生の道術もお見せしよう。秀吉たれ、我が幻影の猛将たちよ。のきたまえ、雑魚どもの根城か。この俺が全て何払ってやる。たまえ、
敵将将将が討ち取った。なるほどな。この再起がまやかしを生んでいるのか。再起に気づかれたか。壊されぬ程度に守られた。Thank you.
それほどまでに葬儀を憎む。小生は大徳、龍玄徳の天下を望む者。故に、そなたらの覇道をくじくのだ。